スターホースポケット。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。競馬、シミュレーション育成シミュレーションゲームスターホースポケットをやっていきます。もうすぐやり始めて2年かな。メダルもいただきました。駒場葵です。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。それはいつものですね。東海トリックを手に入れました。ラッキーバヌシ。農園で収穫できます。プレゼントが届いています。イベント開催中です。イベントか、あ、電動馬か、電動馬ですね。これは そうなんですよね。イベント開催中です。マルスじゃないと登録できない。進めましょう。さてですね、前回までご覧の通りですね、なかなか勝ったり負けたりというところですが、そろそろ17周ということで WBC にチャレンジさせていきたいと思います。期待できそうですね。イベント開催中です。気合十分ですね。調子を回復させようってことですよね。いい感じですね。イベント開催中です。トナー調教か。クエストを達成しました。イベント開催中です。適正な馬体重ですね。大根初めて来ましたね。そろそろ登録しましょうか。WBC 行かせます。残り14周ですね。WBC クラシックですね。
ジョッキーは誰がいいんだろう。ケルタカさん、おっとあまり時間がないですね。ということで、遠征が終わりまして結果が出ましたらまたお知らせします。はい、また後で。はい、結果が出ましたので、レースを見ていきましょう。2倍、一番人気。ただいまより投票受付を開始します。お、二重丸が2つ、丸がも2つということで、竹豊が示した竹豊が乗ってくれてますね。まあただインファジャストが WBC 取ってますからね、そうそう簡単にはいかないんじゃないかなと思います。さあレースです。WBC クラシックロンドンの 2000m で行われます。ワールドシティロンドンに。さあスタートは結構カリになりますね。5枠6番真ん中ですね。カップクラシックのスタートです。ゲートが開いた。まあそんなに悪くはない。まず見てもらいましょう。2番パワポエティックプリンスが先手を取りました。アンバーブリッツが追いかけます。それから日程、それからいいんじゃないでしょうか。12番スターオブコジーン、そして5番手に4番アーキペルコ、その外にカタドレイルウェイ、フリーイーグルがその後ろ、その外エイパジャスト、トワイスオーバー、そのうち1番リップバンニンクル、外から1頭バーザー、そしてしんがりからザグレイガツビーであります。もう一度前の方でありますが、4馬身くらいの差をつけて2番パワポエティックプリンスが先頭です。この辺りちょっと離れているアンバーブリッツ、ミッデイ、そしてその後ろから12番スターオブコジーン、それから4番アーキペンコ、外を通りましてカタドレイルウェイ、フリーイーグル、10番影の馬体エイファジャスト、それからもう一頭11番ドワイスオーバー、金がそのうちにいます。外を通って8番バーザー、今6番手ですね。いい位置。7番ザグレイガツビーであります。パワポエティックプリンスが先頭です。さあいよいよ最後の直線、栄冠を手にするのはどうまか。あの気持ちよく上がっていってますね。足が止まった、内が飛んだ、竹豊さあ、あそこにアンバーブリッツ、ティーファジャストがやってきたが、赤のレイルウェイ、最後はやっぱりこの2頭か。先頭竹豊とこれは強い。一着赤のレイルウェイ、末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。タイムもなかなかいいですね。やりました。三段ケーキ、馬風席もいただきました。最後にちょっとガチャを引いて終わりにしますか。
おっと、マルスのガチャと LR コン、LR コンが 7% ですね。エルソル、エルルナ、いろいろありますね。ゲット、いやー何もかもうまくいってますね。LR コンをゲットしたので重ね掛けをする必要があります。ということで LR コンガチャにを10回ガチャを行ってみたいと思います。来ました、 SR までですね。メジロランバダでした。クエストを達成しました。イベント開催中です。はい、というわけで見事、型のレールウェイが WBCクラシックを制覇いたしました。はい、もう残り1周も少ないんで、一走 J1 あたり出た後に、おそらく引退レースの SWBC になるかと思われます。応援よろしくお願いいたします。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。